クライマックスだね。何かが起こるよ、これから。見たいじゃん。私も無関係じゃないし。いるんでしょ？まだ。ミカは？一緒だったんでしょ？ずっと。何よそれ。言いなさいよ。どこに行ってたの？あのさ、ふざけてるの？ちゃんと答えて。そう、なら信じるよ。嘘なの？よくないよ。教えて。だったらミカはどこなの？でも、りょう、助けてあげてね。
こんばんは、アリサ。久しぶりだね。どこに行くの？だったら話が早いね。ミカを探してるんでしょ？邪魔しないでくれるかな？知らないよ。言うことを聞かないと。やだなあ。こういうの嫌なんだけど。ちょっと興奮してるから、だから忠告したのに。バカだな、アリサ。
人聞きの悪いこと言わないでよ。ミカには何もしてないのに、どうして僕のせいにするの？ひどいよ。僕は何もしてないのに、ひどいよ。この人、嫌い。お姉ちゃんなら、分かってくれるよね。お姉ちゃんにプレゼント。どれくらいぶり？冴えない格好して。お前らしくもない。さて、どうする？いつでもどうぞ、お好きなように。手加減はしないでね。やばいことになるじゃないか。頼むよ、本当に。あとは誰だっけ。
どこ行くの？ダメだよ。まだ物語の途中じゃない。逃げ出すなんてお姉ちゃんらしくない。最後まで演じてもらわないとね。ひどい役ぶり。またやっちゃったよ。どうして戻ってきたの？あなたはここに来てはいけないのに。なんで？知らない。知っていても教えられない。もう誰も止められないから。だからお願い、この先には行かないで。寮は私が守ってあげるからね。寮、私死なないでね、本当に。
いよいよ最後だよ。ちゃんと記録した。アイテム全部取った？うん。準備は万全。バーカ！そんなの無意味だよ。どうにもならない。すべてをコントロールしている僕だから。どうにもうまくことは運ばないんだよ。優しくないからね、僕は。表面は優しいけど、実は最も厳しいんだよ。甘く見てもらっちゃ困るよ。さあ、どうしようか。物騒なもの持ってるね。危ないな。恐喝でもするつもり？さっきも言ったろ、実は優しくないんだよ。そういうのは許せないんだよね。実際僕が全部ぶち壊してやるから、きれいさっぱりと跡も残らないように。ゴーゲをぶった切って、それって僕を聞くってこと？バカだな。そんな都合のいい話なんてないよ。見たろ、みんな死んでたね。一人様だよ。あんなむごいこと。なんて趣味がいいのか。僕に拍手を送りよ、まったく。あれで全部だと思ってない？みんなの仇を取ろうと思ってる？刀もらって強くなって、これで僕にとどめさして、ミカも助けられるとでも？本当に嫌になるよ。リョウがそんなに単純な相手だったなんて、僕に空きが回ったね。どう見る目がなくなったよ。情けない。なんだか死にたくなってきちゃった。死んじゃおうかな。なんちゃって、なわけないよね。やっとだね。さっき会ったのよ。覚えていないでしょ？でもいいよ、そんなの。これからはずっと一緒にいられるから。リョウも平気でしょ？残念だったな、あれが俺じゃなくて。でもな、誰でもできるんだよ、あれぐらいはさ。よかったと思ってるよ、君に執着してきて。わからないか、まだ。それも意味を変えた愛の形だよ。人間愛とか言った壮大な嘘ではない、普遍の愛だよ。じゃなきゃ死ねるかい、人のためにさ。
リョウ、私はあなたを責めない。あなたを否定すること、私自身も否定すること、誰だって無駄にはしたくはないよね。無理やりにで理由をつけたくなるじゃん。だから私の死は無駄なものではなくて意義があると。その意義はあなたなの、リョウ。あなたがいるからこそ私が存在してる。強がる必要はもうない。いいんだよ、解放してあげる。ごめんね。リョウ、リョウ、
ライトシンドローム。